1月15日火曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちらです。こちら思考です。頭の中がごちゃごちゃする時って考えても仕方ないことまで考えてることってあったりするんですね。そんな時は頭の中に考えてることを明確にしてみましょう。今思ってることをノートに書き出してみてください。そうすると今考えても仕方ないこと、今考えるべきこと、優先順位等々が分かってくると思います。頭がごちゃごちゃしたら頭の中のことをノートに書き出しましょう。それではまた。